岸シユタ、ジャニーズ矢印とべ、遺跡最短更新化。平野紫洋神宮寺ユ太、タ、チェフシーページ絶妙余白と唯一懸念は二宮和也のわけわけ。ジャニーズ事務所からの退場を選び、新たなステージへ向かうアイドルたちの未来に注目が集まっています。特に、平野紫洋、神宮寺ユ太、タ、そして岸シユタの未来がファンにとって大きな関心事となっています。 この記事では、彼らの最新の動向と将来の展望について詳しく探っていきます。平野耀と神宮寺勇太、飛部合流への期待。ジャニーズ事務所を退所し、新たな舞台で活躍を続ける平野耀と神宮寺勇太には、多くのファンからの期待が寄せられています。 特に、元ジャニーズメンバーであるアックの69が自身のインスタグラムに、平野仕様と神宮寺ゆ太との豪華な4ショット写真を投稿したことは、ファンたちにとって大きな驚きでした。この出会いから、新たなプロジェクトの予感が漂っています。また、平野仕様の新曲制作についても興味深い情報が入っています。 彼のソロ曲が急ピッチで制作されており、シンガーソングライターたちが楽曲制作に携わっていると報じられています。さらに、リーハタさんが新曲の振り付けを担当することが期待されており、平野紫仕様の音楽の方向性についても多くのファンが楽しみにしています。飛べ公式サイトのメンテナンス、騎士ユータの合流化。 さらに注目すべきは、岸シユタの動向です。彼はジャニーズ事務所を退所し、株式会社トベへの合流が有力視されています。10月15日に合流が発表される可能性が高まっており、これは彼が最も早くトベに合流するケースとなるでしょう。トベの公式サイトにおけるメンテナンス作業も、岸シユタの合流に向けての準備である可能性が高いと考えられています。 ファンたちは、平野氏洋と神宮寺優太のオフィシャルサイトのメンテナンス情報を見て、岸優太の合流を期待しています。岸優太の最短合流への懸念。しかし、岸優太の最短合流には唯一の懸念が存在します。それは、嵐の二宮和也さんと上沼恵美子さんが退場後の予定について決まっていないと宣言していることです。岸優太は、 退場後の動向について明言を避けており、ファンたちはその未来に不安を感じています。ジャニーズ事務所と所属タレントたちは、岸優太の飛べ合流について公にコメントを出していないため、彼の最短合流が実現するかどうかは未だ不透明な状況です。平野市洋、神宮寺優太。 シユータのジャニーズ事務所退所後の未来には多くのファンが期待を寄せています。新たなプロジェクトや音楽活動に関する情報が次第に明らかになりつつあり、これからの展開が非常に注目されています。ファンたちは彼らの舞台での新たな挑戦を心待ちにしており、その成長と成功を見守っています。 米印記事内の引用は、格上方言によるものであり、正確性を保証するものではありません。